センター、ヨウ・ダイカンのバックホーム、わずかに及ばずというシーンでした。ワンアウトランナー二塁で、セカンドランナーは俊足の鈴木。この外野の守備位置ですね、堀内さん。ですからね、いつも僕はそう思うんですけどね、はい、昨日も言ってましたけどね。まあ、去年から引き続き、やや若干、外野陣は深めの守備位置を取っているという、日本ハムです。ジャイアンツの場合、もっと前に来ますからね。前にチャージしてきますね。はい、いずれも肩に自信のある中田、それから陽大館、大谷。セカンドランナーは俊足の鈴木です。ご覧のような守備隊形を敷いています。日本ハムのいずれも自慢の強肩外野陣。さあ、初球ストライクの後、2球目外いっぱい、よくってボール、ワンボールワンストライク。インコース、あっ、記者がいな、こぼしている。ファーストへ送球、ツーアウトランナー二塁。インコースの難しいボールを弾き返した亀井。バットが折れました。いや、堀内さん、力のあるボールでしたね。いいボールだったですね。はい、ただ打った方もうまく打ちましたけどね。はい、でも非常に難しいボールですよ。うん、さあ、そしてバッターボックスは坂本です。